その自己肯定感だったりとか、その他者との関わりだったりっていう、そのテストの点数で測れない非認知能力っていうのが、割と子供は5歳ぐらいまでに育つと言われていて、なので、親が割と近くにいて好き放題生きてきた子供って、あ、俺好き放題やっても大丈夫なんだ、人に好かれるんだと思うんですけど、逆に親が毒親で殴られたりすると、自分が何かをすると親が怒ってしまうから、自分は取るに足らない生き物なんだとか、人に迷惑をかけていけないんだみたいなことなんですよね。まあ、わかりやすい例でいくと、僕の知り合いで、5体不満足、1本大満足っていう方がいらっしゃるんですけど、で、その人が、5体手足のない状態で生まれてきて、で、まあ、手足がない状態だから一生寝たきりだよね、と思ったら、お、こいつ寝返りしやがるとか、で、そのうち普通に喋り始めて、で、脇にペン挟んで文字も書いて、で、そのうち不倫とかしまくっちゃったりして、子供いっぱい作っちゃったりして、もう DNA 的には全然勝ち組じゃんみたいなことになっちゃってて、もう、家族大満足、でも、最近家族大満足ではなくて、揉めたらしいので、そこら辺触れづらいんですけど、まあ、とはいえ、普通こんなことできないよねと思ってたら、こいつ全然いろいろできるじゃん、早稲田大学受かっちゃうじゃんみたいなのもあったりするので、なのでその親が子供に肯定感を与えるというのは重要なんじゃないかなと思います。はい。